メイクユーハッピーは、日本の女性アイドルグループ20の楽曲である。プレデビューデジタルミニアルバムとして2020年6月30日に、日韓、7月1日に、全世界に配信された。第71回 NHK 紅白歌合戦、歌唱曲。デビューメンバーが発表された2020年6月26日、20のプロデューサー j y パークが、 プレデビューデジタルミニアルバムを2020年6月30日に日韓同時デジタル配信することを発表。2020年7月1日にその他の地域でも配信された。同日トラックリストも公開された。また、メイクユーハッピーの配信前日に2本のメガボルト、ティザー映像が公開され、配信開始と同時にメガボルトが公開された。メガボルトには、 プロデューサーの j y パークも亀を出演している。TikTok 公式アカウントでは、メイク U Happy で印象的な縄跳びをするように手首を回し軽快にジャンプする縄跳びダンスを各メンバーが踊る動画が公開され、著名人にも拡散されて社会現象となっている。縄跳びダンス収録曲は二次プロジェクトの最終オーディションで披露された楽曲3曲及び番組テーマ曲を 20の9人が歌ったものである。そのため、同番組で使用された時とは、パートの割り振りが異なっている部分がある。2020年6月30日付の、オリコンデイリーデジタルシングルランキングで、メイク・ユー・ハッピーが1位、ブーム・ブーム・ブームが3位、虹の向こうへが4位、ベビー、アイ・アイム、エースターが6位に初登場した。2020年7月13日付の、 オリコン週刊デジタルアルバムランキングでは 81,525DL で初登場1位。週刊デジタルシングルランキングでは Make You Happy が 24,446DL で初登場1位。週刊合算アルバムランキングでは96,008パートで初登場1位。週刊合算シングルランキングでは Make You Happy が42,316パートで2位。 ベビー・アイ・エム・エース・ターが14,986パートで9位、ブーム・ブーム・ブームが14,343パートで10位、虹の向こうへが13,098パートで12位に初登場し、週刊ストリーミングランキングでは、メイク・ユー・ハッピーが9758,407万回で1位、ベビー・アイ・エム・エース・ターが4068,993回で4位、 ブームブームブームが374万7251回で6位、虹の向こうへが340万3632回で7位に初登場した。また、歴代最高週間デジタルアルバム DL 数、歴代最高週間ストリーミングランキング再生数を記録し、女性アーティスト初登場では初の週間デジタルランキング3部門同時1位を記録した。 2020年7月13日付のビルボードジャパンホット100ではメイクユーハッピーが18,923パートで2位ベビー・アイ・エム・エスターが4,108パートで14位ブーム・ブーム・ブームが4,086パートで15位虹の向こうへが3,790パートで19位に初登場しホットアルバムスでは初登場1位トップダウンロード・ソングズでは メイクユーハッピーが 25,439DL で初登場2位。トップダウンロードアルバムスでは 81,167DL で集計以降最高記録で初登場1位。トップストリーミングソングズではメイクユーハッピーが歴代最高の1,1584,293回再生で1位。 ベビー・アイ・エム・エスターが5138,269回再生で4位、ブーム・ブーム・ブームが4,768.331回再生で6位、虹の向こうへが4389,180回再生で9位に初登場した。2020年10月、MTV ビデオ・ミュージック・アワーズ・ジャパン2020の最優秀ダンスビデオ賞をメイク・ユー・ハッピーで受賞した。 ありがとうございます。